皆さん、こんにちは。グローポイント由来の内川です。ですね、今日は、素人の私にですね、いろいろとトラックの整備についてですね、今日いろいろアドバイスをいただけるということで、またですね、池田健太さんにお邪魔させていただいてですね、これからですね、その作業をですね、皆さんにも見ていただければなというふうに思います。素人なんで、いろいろと教えていただければと思いますので、そこにグリスさせておかないとこうスムーズに動かなくなっちゃうんで、あとお世話になっている XJAPAN の吉木さんと一緒にですね、下に潜っていきたいなと思います。入れます。どれぐらいまで入れれば、はいはい、刺しますね。よいしょ、はい、ちょっとすね、まっすぐ入れて、おい、ちょっと待ってくださいね。よし、OK です。いきますよ。おい、これどっかから出てくる。これは出ます。プチプチって。あ、なるほど。ああ、来ました、来ました。ですね。はい。じゃあ外しちゃっていいですか。OK です。はい。よし。はい。これね、ここのブッシュがダメになってたりする。ああ。これまだ大丈夫そうなんですか。大丈夫ですね。ガタ出てないんで。ああ。ああ、なるほど。はい。市川さんの黄色いメガネ必要かもしれないですよ。ほこりと。はいはいはい。こういうグリスなんかの飛んだやつとか結構溜まって、こうやって触るとボロ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 、はい、ああ、なるほど。結構目に入るんで、はい、皆さん、これ二軸目の油相場ダダ漏れっすね。油ダダ漏れ、これそう、それの反対側、運転席側、運転席側が真っ黒、これそう、そう、本当だ、漏れてる。もう油ただ漏れっすよ。っていうことはどうするんですか。取り替えなくちゃいけない。交換ですね。大丈夫って大丈夫なんですけど。あ、これは吉木さん全部取り替えたじゃないですか。交換しました。俺のはもう結構ひどかったんで。全部4本、フロント4本、はいはい、交換しました。なるほど。あ、高いですよこれ。高い、高いですよこれ。日本5万弱する。じゃあ日本で10万ご愁傷様です。はい、高いですよ。泣きそう。でこのまま、はい、このプロペラシャフト、プロペラシャフトはこっから、こっからのデークの前、はいはい、一番前まで、前までミッションまで、はい、変えていきます。ずっとじゃあもう全身ですね。このまま全身ですね。レッツ全身。難しいですよ。
吉木さんにご迷惑をかけてしまった。すいません。あ、なんかおごんないとやばい。このように油が飛び散りまくっております。ストレートだったら斜めに入るかも。OK。 ここで寝たいです。横からやった方がやりやすいかも。あ、本当？じゃあそこの、なんだっけ、これからシフト行ったら2軸目の前側は中下からの方がいいけど、前は1軸目は大丈夫だ、うん。な、こんな車作りやがって。これ。よいしょ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 。前、リーフの前が出てきた。音はしっかりします。もうちょい、まだ。あ、OK。OK ですか。はい。KTC 最高です。めっちゃ優秀だな。さすが。行き過ぎですね。1,2,3 ぐらいです、はい、ここはプチプチって同じく言うんで、はいはい、ここは3ぐらいで、はい、
下が出てきたんだけど、上が出て、上がね。だから入れてるチャンスですか。下入った。下は入りました。下入った。向こう出てきた。なんか詰めちゃった。ちょっと強めが。出ました。あ、下もうちょい触れた方がいいっすね。あ、そうですか。はい、出てなかった。出てきてるけど、結構くれてない。あ、ちょっと甘いか。くれてないっぽかったから。オッケー。はい。以上。はい、そうですね。はい。そしたら、はい、この前に、はい。ついたんで、はい。インクの前側、はい。あの、打ち込めてる人ですね。内側の、はい、はい。はい。熱です。よし。いやー、大変ですよ、吉木さんって。よくやる。これもやってるんですね。いや、低床だから余計っすよ。低い、なんかスペースないんで。はいはいはい。はい、ということで無事終了となりました。そうですね。お二人に協力いただきながら無事素人の私がトリセアップをやりました。これ当分しなくていいんですか。まあそうですね。仕事で使ってるとちょいちょい。よし。普通だったらどれぐらいやってるの。俺でも1ヶ月。そんなに短いの。まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいで。いや、1年に1回そうですね、修行したいなと思います。はい、すいません、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日はですね、伊藤健二さんのところでお邪魔させていただいてですね、この素晴らしい講師の方にフルサップ協力いただきました。で、僕のトラックもですね、滑りが良くなってると思いますので、もし見かけたら声かけてください。それではどうも。